ジュール・ティア・アナトール・マレーは、スイスの技術者で、当時最も成功していた、蒸気機関車の設計者であった。マレーは、パリのエコール・サントラル・パリで学び、後に、港湾設備、中でもスウェズ運河に関するものの設計と制作を始めた。1867年に彼は初めて蒸気機関の制作に取り組み、複式機関を考え出した。彼は、複式機関の原理を、 蒸気機関車にも適用しようとした。同年、機関車の指導時に一時的に低圧シリンダーにも高圧蒸気を直接送り込んで指導を助ける装置に関する初めての特許を取得した。バイオンヌビアリッツ鉄道向けの最初の複式機関車、マレーがバイオンヌビアリッツ鉄道で2両の2シリンダー、複式タンク機関車を1877年に運用開始すると大きな反響を引き起こした。 この複式機構によって走行した機関車は、高圧シリンダーと低圧シリンダーの出力の差が完全には調整されていなかったために走りに不安が持たれていたが、予想以上に高速で走った。しかしマレーは当時の鉄道会社に複式機関の採用を納得させることができなかった。高圧シリンダーと低圧シリンダーの組み合わせを改良したものを開発したが、機械の複雑さが 大半の鉄道会社に採用をためらわせることになった。後に開発された加熱式蒸気機関車の方が副式蒸気機関車に比べてエネルギー効率を高めるより良い方法として用いられた。狂気の鉄道の建設が増えたことにより、マレーの新たな活動分野が開かれることになった。こうした鉄道では狂気の線路に存在する究極線が許容するよりも、 より強力で大型の機関車を必要としていた。こうした鉄道で用いることができる手段は、関節式機関車だけであると考えられた。その時点ですでにフェアリー式機関車やメイヤー式機関車、などの関節式機関車が広まっていた。関節式機関車の各走り装置は柔軟な、接続管で蒸気の供給を受けるようになっていたが、この点は常に、この種の機関車の弱点となっていた。 マレーはこうした設計の代わりに二つの走り装置のうち煙室の元に位置する先頭側の走り装置のみが首を振る設計を開発した。マレーの設計がフェアリーやメイヤーの方式と本質的に異なるのは複式機関を採用している点である。ボイラーから出てきた正常機はまず車体に固定された走り装置にある高圧シリンダーへ送られ、その排気が 前側の稼働する走り装置にある低圧シリンダーに送られた。低圧シリンダーへつながっている稼働式の蒸気管にはボイラーからの生蒸気に比べれば低い圧力がかかることになるので取り扱いやすくなった。マレーはこの設計で1884年に特許を取得した。この方式の最初のマレー式機関車は1888年にベルギーで ドコービル式の 600mm 狂気鉄道向けに製作され、1889年のパリの博覧会では600万人以上の来場者を輸送した。後に他にもこの方式の狂気の機関車が製作され、ほとんどは車軸配置 BB で固定、稼働それぞれの走り装置は二軸のものであった。北アメリカのマレー式機関車1904年に、 ボルチモアハイオ鉄道がアメリカンロコモティブに車軸配置 CC のマレー式機関車を発注し、アメリカ合衆国にマレー式の構造を導入した。1911年の時点で、アメリカではすでに500両以上のマレー式が使用されるようになっていた。第一次世界大戦中、バージニアン鉄道はマレー式の構造で最先端に立つ独自の設計を行い、車軸配置 E1 で、 低圧シリンダーの直径は48インチにも達した。しかしこうした車両により、マレー式の限界も明らかとなってきた。ボイラーの変異量は大きくなり、また低圧シリンダーはあまりに大きくなりすぎて、それに適した弁を開発することが難しくなった。こうした機関車は低速でしか運転できなかった。後により大型の、やはり、マレー式と呼ばれる機関車が開発されたが、 二つの走り装置の間で複式機関とする設計は放棄され、どちらの走り装置にも正常機が供給されるようになった。他の改良は標準機の機関車でより高速を達成するために行われた。マレー式で最大の機関車はアメリカで製作された。マレー自身はこれらの改良には関わらなかった。なぜなら彼は複式機関の採用に重点を置いていたからである。 1888年頃に彼は、20世紀に入るとマレーは、フランス土木技術者協会の年間向けに、鉄道の機関車に関する記事を書いた大御所として、フランス技術社会で見られるようになった。マレーは、ジョージス・チー・ブンソンの時代以降で重要な、機関車技術者3人のうちの一つに数えられているにもかかわらず、 彼の機械技術者としての成功以外に彼個人のことについてはわずかしか知られていない。ありがとうございます。